おはようございます。速稼塾の久保です。吉田さん、まあ今ね、こんな暮らしをしている私でも2013年にアフィリエイトに手を出さなかったら何にもなってなかったでしょうね。2017年に投資の世界に入らなかったらどうなってたんでしょうね。で、全てね、私は思うんですけども、今日という現実は全部自分が思いついて自分でやってきたなと思ったんですよ。そこに国の支援はないし、誰かのお手伝いはないし、おこぼれもなかったんですよ。で、それはね、私本当に個人で稼ぐってのはこういうことなんだなと思いました。まあ、ですんでね、誰かの稼ぎとか誰かの恩恵によって暮らしている方っていうのはすごく不安定だなと思いますよね。まあ、例えば専業主婦っていう制度が世の中にあった時代がありましたけども、旦那さんに嫌われたら終わりですよね。だから専業主婦として旦那さんを立てる立場にあるっていうのは、ある意味すごく合理的な奥さんから旦那さんに対する搾取の方法だったと思うんですよ。言い方はひどいですけどね。でも旦那さんのご機嫌さえ取っていれば、旦那さんに必要な存在だと思われればね、本当に旦那さんから見て誇らしい奥さんであったりね、それから同僚とか部下に対しても、いや、なんとかさんの奥さんってすごくいいっすよねみたいな感じで思われてれば、奥さんを手放すことはないんですよ。逆に奥さんを手放したら自分の立場や地位が危うくなるから、奥さんをずっと専業主婦のままでいさせ続けることもできたと思うんですよね。でも今そういう時代ではありません。なんとね、まあ、男女同権をもとに旦那さんにも家事をとかね、子育てをとかって要求してくる時代ですよ。旦那さんお金を稼いだ時点で大いに子育てや育児に協力してると思うんですけども、そこに目がいかないのはやっぱりね、目の前で活動しないとやったことにはならないっていう、まあちょっとね、思い込みによるものなのかもしれませんよね。話脱線しましたけども、今私の手元にあるものは全て私が自分でやって自分で手にしたものだと思うんで、逆にゾッとするんですよ。あの時やらなかったらこれが全部ないんだ、今日の現実はなかったんだっていうふうに思うんですよね。それはね、繰り返し繰り返し思いますね。で、運命は自分の手で切り開くもんだと言いましたけども、まあ、ちょっと言葉にするとね、もう安っぽくて私使いたくないんですけども、まあ、概念はそうだと思うんですよ。全て今ある現実は自分で選択した結果、自分の手元にないものも選択した結果なんですよね。まあ、そう思うとね、こういった簡単なものから、これね、スパークリングウォーターなんですけども、これイタリアのやつらしいです。近くのスーパーでね、また昔私が勤めてた会社で売ってるんですけども、スーパーで、まあ、買ってきたんですけども、まあ、ちょっとね、あんまり味は私的には美味しいと思わないんですけども、なんとなく瓶の大きさっていうかね、かっこいいんで買ってしまいましたけども、ワインみたいでね、まあ、これも私の選択ですよ。選択した結果、美味しい水を飲めるのか、美味しい水が飲めないのか、これもあなた次第ということなんで、まあ、貝羽桶の水っていうね、話が昔あったんですけども、もう本当に喉がカラッカラでね、もう一刻も早く水が飲みたいって人が、その命からがら、その何ですか、宿かなんかにたどり着いたらしいんですよ。で、昔の宿なんで、貝羽桶って言って馬に水を飲ませるこう水槽があるんですよね。そこに馬が顔をつけて水を飲んでたんですよ。で、うわ水だと思ってごくごく飲んで、あ、でも喉が癒された、本当になんて美味しい水なんだって飲んでるんですよね。でもその宿ではその様子を眺めながら水を飲んでる旅人とかがね、うわあんな水飲んでるよかわいそうってなってるんですよ、ね、だからどこの水を美味しいと感じるかも自分の選択によるものなんですよね。これはかなりね、私ね、あ、なるほどなと思ったんですよ、うん、美味しい美味しいと思って牛丼を食べる、美味しい美味しいと思って別のものを食べる、うん、ちょっとここから言いませんけどもね、私これがね、私の原動力といえば原動力なのかなと思いますよね。よくわかんないまとめになりましたけども、まあ、分かる人だけ分かってくれればいいかなというところでございます。いってらっしゃい。